はい、帰ってきました。いや、結構今日は混んでた。こんにちは、ももかです。皆様、本日私ももかテストが終わりました。いやー、もうお疲れ自分。まあね、テスト終わったからといってまだ帰ってきてないのでね、ちょっと喜べないんですけども、まあね、察してください。まあ私ももかはそんな勉強バチバチできる系 YouTuber じゃないので、まあ多分そんなすごくないと思います。はい、というわけで今回は毎月恒例、我が家のコストコ購入品紹介していきたいと思います。イエイ。もうちょっとテスト期間中でどこも行けてなかったので、今日久々にコストコ行ったんですけど、なんかめちゃめちゃリフレッシュされた感じがする。なんか空気を吸ったのも久々でね。皆さん、もうね、もうまだ2月ですよ。もうすでにコストコ店内プール水着早くない？しかもね、めちゃめちゃでかいね、4万円のプールがあって、うちめっちゃ欲しかった。ワンチャン庭に置けんじゃないかってね、話してたんですけど、多分置いたらね、庭全部プールになります。枕測ってみる。あんなの買う人日本にいんのかね。ましてはね、そう、地方の方とかだったらわかるけど、こっちでね、あんなでかいの買う人いんのかマジで知りたい。ぜひね、カズチャンネルカズさんとかに買ってほしいな。ということで、早速一つずつ紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、というわけでまずは我が家の定番品から紹介していきます。というわけでまずこちら、バスティッシュではなく、こちらペーパータオルです。まあ、キッチンペーパーですね。はい。まあ、バスティッシュは今回まだ平気というわけで、キッチンペーパーです。まあ、これは、まあ、我が家、年に1回か2回買えば間に合う感じですね。で、あと今回ね、まだ若干残ってるんですけど、もう数が少ないというわけで買いました。なので、また買うのは1年以上先だと思います。で、これ12ロール入りですね。で、これちょっと我が家今使ってるやつなんですけど、で、これ普通のキッチンペーパーと違って、コストコのキッチンペーパーね、ほんとね、タオルってだけあってね、超分厚いんですよ。だから掃除するときとか、すんごい、ほんとにタオルみたいな感じ。使い捨てタオルみたいな感じでめっちゃいい。なので、これはちょっとね、若干コスパ悪くねって思うかもしれないんですけど、実際使っちゃうとこのサイズ感と、この分厚さからね、抜け出せなくなります。ぜひまだ使ってみたことない方は使ってみてください。次。はい、というわけで続きましてはこちら。オイコスで、今回ね、パパ初めてこちらのプレーンを買ってました。で、なんか最近買ってなかったんですけど、なんか前回にいちご酸っぱいの飽きたってパパが話してた時に、なんかコメント欄でプレーンに蜂蜜とかどうですかみたいなコメントがあって、あ、それいいじゃんってなって買ってました。なのでね、以前のコストコ購入品紹介で買った、あのコストコのオーガニックのね、蜂蜜をかけて食べてもらいます。食べてもらうというか食べるそうです。はい、次。というわけで我が家の定番商品ラストはこちら、ベジタブルブレンド。これはもう最近ママが気に入って買ってる、いろんな野菜がこう冷凍で入ってるやつですね。まあ、これはまあ使いやすいということですね。次。はい、というわけで続きまして、パパセレクトでございます。今回パパセレクトは2点でございます。まあ、言うて多いこそパパセレクトだと思うんですけどね。はい、というわけでまず最初はこちら、みんな大好きサンキストオレンジでございまーす。ちょっと開けてみますね。わー、すごいたくさん入ってますね。もうコストコのオレンジがうち的に一番美味しいと思います。本当に甘くてめっちゃいっぱい入ってます。なんか箱に入ってる時期と、なんかネットの時期ってありますよね。で、これはもうめちゃめちゃ美味しい、ほんとおすすめ。これもうほんとすぐペロッと食べちゃいますね。レロレロ。ちなみにこれ我が家では、これはね、ちょっと硬いんですけど、剥いて食べちゃいます。剥いてはってね。次。はい、続きましてパパセレクト、こちらプロテインバー。これ確か先々月とかくらいに紹介したやつで、パパが結構気に入ってこれまた買ってました。で、結構パパ美味しい美味しいってこれ気に入ってたんですけど、先月行った時には売り切れちゃってね、買えなかったんですよね。で、今回はね、あったというわけで買ってました。食レポはね、前々回にやっておりますので、ぜひ気になる方はそちらの方をチェックしてみてください。なんかねっちょり系カロリーメイトかっこ甘いバージョンみたいな感じですね。以上がパパセレクトでございます。はい、というわけで続きましてママセレクトでございます。はい、というわけでまずママのセレクト、こちらアランチーニー。
はい、こちら皆さん知ってる方も多いんじゃないでしょうか。こちらライスコロッケですね。なんかこれ新商品ということで置いてありました。もうこれ見た瞬間ね、もう超惹かれる、美味しそう本当に。でこれね、買って、まあ、帰ってきてから気づいたんですけど、これ作り方ここに書いてあるんですけど、アルミトレーのままオーブンで180度40分加熱というわけで、見た目結構ねすごいね、すぐ食べれそうな感じなんですけど、意外とやたら時間かかるというわけで、こちらご注意ください。ちなみに我が家この後これ食べる予定ですので、ちょっとこの後ねすぐオーブンぶち込みたいと思います。というわけで、食事中のママキャさん、はい、というわけで完成しました。今40分経ってできたのがこんな感じ。すごい美味しそう。ちょっと1個取りますね。では投入。見て、チーズ入ってんだけど、ほら最強じゃん。しかも伸びる系だ、超美味しそう。わあ美味しそう。いただきます。うん、うん、本当にお店で食べてるみたいな味、めっちゃ美味しい。サクサク中トロトロ。というわけで現場へお返しします。美味しそう。はい、続きましてこちらヘンプシード。でこれは結構あのスーパーフードっぽいやつで、いろんなものにかけて食べれるやつなんですけど、ママがねこれ一時期すごいハマってて食べてたんですよ。でもなんかそれから全然これ見かけなくなったらしくって、全然買えてなかったんですけど、今回運命の再会というわけでこちら買ってました。なんかこれはそのままサラダにかけて食べてるそうで、なんかナッツみたいな、まあ、ごまみたいな感じの風味がするそうです。まあ、私もこれ何回か食べたことあるんですけど、全然美味しいし嫌いじゃないですね。はい、というわけで続きましてはこちら、きのことじゃがいものミックス。はい、まあ、そのまんまですね。はい、こちらこんな感じで、きのことじゃがいもがまあ冷凍されているやつですね。でこれ結構 SNS とかでみんな美味しいって言ってるの見たらしくって、今回初めて買ってみたそうです。でちなみにこれコストコ行く前あるあるだと思うんですけど、あのコストコって量大量じゃないですか。なのでね、すぐにね冷凍庫がいっぱいになっちゃう。だから大体コストコ行く前は冷凍庫整理というわけで、だからよく冷凍食品とか冷凍のものが結構ね食卓に並びます。まあコストコ行く前あるあるということで、はい、続きましてはこちら、ブラックトリュフソース。名前からしてちょっとね、トリュフってちょっと高級っていうか三大珍味ですよね。はい、こんな感じで黒トリュフ入りソース。でこれもね SNS で結構評判良かったらしくて、なんかお肉にかけたりパスタにかけたりしても使えるって言ってました。なので今回初めて買ったそうです。気になる。はい、続きましてこちら、ナチュラルスライスチーズ。はい、こちらはチーズです。スライスのナチュラルなチーズです。そのままですね。なんかいつもママチェダーチーズ買ってるんですけど、あの黄色いやつ、ちょっとたまには違うチーズを買ってみようというわけで冒険したそうです。でこれ結構ね大判というか大きめのサイズで、はい、1個これくらいね、これくらいサイズで、だからトーストとかにぴったりなのかなっつって買ったそうです。うちもねなんかチーズだったら白い方が好きかな。はい、というわけで続きましてはこちら、10ピースボールセット。はい、大好きな食器ですね。こっちを開けちゃいますもん。はい、というわけでデザインはこんな感じ。めっちゃ可愛くない？ほら、特にこれうち一番可愛いと思う。これほらこんな感じで、横はこんな感じで、中がこうめっちゃ可愛いんだけど、これデザインがめっちゃ可愛い。しかもメラミンじゃなくてしっかり瀬戸物、めっちゃいい。まあ、なので落としたら割れちゃう系ですね。これすごくないですか？全部柄が違う10種類、カラフルな10種類が入ってます。はい、こんな感じで入ってます。かわよ。でこれちょっとねサイズ的には日本人で言うとまあちょっと大きめなお茶碗くらいのサイズですね。はい、というわけで続きましてはこちら、ブリポキ明太ソース。でこのポキシリーズ、サーモンとかマグロはねいろいろ見たことあったらしいんですけど、このブリのやつは初めて見つけたらしくて選んでました。ちょっとこれ味見してみますね。はい、というわけでこんな感じでちょっとよそってみました。こんな感じ、めっちゃ美味しそう。ではではいただきます。今日のお昼から何も食べてなくて、今ねもう遅いので、もうほんと久々、いただきます。うんこれめっちゃ白いご飯欲しくなる。しかも明太ソースだから結構ピリ辛で、でブリがねブリブリしてて本当に美味しい。明太ソースに、なんか爪の赤かな、爪の赤だけど鷹の爪、あ、そうなんか鷹の爪みたいなのも入ってますね。はい、美味しい。これ絶対お酒とかに合うよ、知らないけど。
はい、というわけでママセレクトは以上です。はい、というわけで皆様お待ちかねのももかセレクトの番です。今回ももかセレクトは3点でございます。はい、というわけでまず最初はこちら、ダウニーズハニーバター。これ超久々に買ったやつ。これ結構昔ちっちゃい頃とかめっちゃこれ食べてて本当に美味しいの。これ味は覚えてないんですけど本当に美味しかったイメージがある。なんかハニーすんごい甘くて、ハニーでバター、本当に甘いバター、ハニーのバターこれは有名なんでね、食べたことある方多いんじゃないでしょうか。まあうちはねこれなんか久々に見つけて久々になんか食べたくなったのでこちら選びました。なんか朝ごはんねトーストとかパンにね塗ったりしてすごい美味しいと思います。はい、続きましてこちらベビーキュウイ。はい、皆さんこれパッと見オリーブオイルとかブドウとかに見えますけど、これなんとキュウイなんです。オリーブ、こちら皮ごと食べれるミニキュウイで、なんかこの時期ならではで、なんか期間限定でコストコで出るそうです。私なんか今回初めて見ましたね。こんなちっちゃいキュウイってどんな味するんですかね。ちょっと1個食べてみます。中はこんな感じで普通の本当にオリーブみたいでね、今ちょっとね洗ってね切ったらね見てやばくないこれ。断面がねほぼ本当にキュウイ、もうでかいキュウイをちっちゃくしたみたいな。で皮ごと食べれるって最高じゃんね。久々かもキュウイ食べるの。じゃあいただきます。うん、甘い。ちっちゃいからちょっと酸っぱいのかなって思ったけど全然酸っぱくない。甘っ。うわ、おいしい。久々に食べた。うまっ。うん、柔らかい。これもうほんと味はまんまキウイなんですけど、ほんとねこの皮ブツブツ、なんかザラザラの皮がないのですごいすぐポンって食べれちゃうのがめっちゃいいです。なんかあとサラダとかに使ってもすごい見栄えも可愛いしね、いいんじゃないかなってママが言ってました。でお弁当とかに入れても水っぽくならないからいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでももかセレクトラストはこちら、バーン、久々のマシュマロ。はい、というわけで皆さんすいません、グミ期待した方多いんじゃないでしょうか。ちょっと今回グミが見当たりませんでした。なので今回マシュマロです。このマシュマロ、この外に砂糖がついたこの形のマシュマロ本当に美味しいの、コストコの。じゃあ食べます。ユニコーンでいろんな色があります。これは結構なんかよく見る気がしますね。なんかハロウィンの時期だとこれがなんかオレンジになったりしますよね。今回はユニコーン、かわいい。このパッケージもかわいいね。はぁー、久々のマシュマロだ。マシュマロ久々、この白食べよう。これ美味しそう。え、めっちゃバナナの匂い、バナナっぽい。なんかあのさ量り売りのさお菓子のところあるじゃん、それのバナナのラムネの香りがする。あ、これかな、これだ。ちょっとバナナ食べたい。美味しい、バナナ美味しい。これね、このマシュマロ外にザラメがめっちゃついてて、なんかサクっていうかシャリーみたいな、シャリー中ふわーみたいな感じですっごい好きなんですよ、このマシュマロ。多分うちマシュマロって、なんかうちただのマシュマロってあんまね好きじゃないんですよ。なんか自分から好んで食べるタイプじゃなくて、でもなんかこういうザラメがついてるやつがめっちゃ好きなんですよ。ほんと美味しい。じゃあちょっと ASMR、 石音いきまーす。いきまーす。最高。というわけで、ももかセレクトも以上です。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回は毎月恒例我が家のコストコ購入品紹介してみました。いかがだったでしょうか。本当にねコストコはね毎回毎回行くたびに見たことないのがいっぱいあって本当楽しいですよね。まあ、ちなみに現在コストコはあのねネット通販の方でもお買い物できますので、ぜひね近くにコストコないよって方も多いと思うんですけども、ぜひ気になる方はネット通販の方もチェックしてみてください。あのコストコの案件みたいになってますけど、ぜひね皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さんバイバーイ。そろそろライスコロッケができている時かな。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.